最先端の人類になってほしい。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。私今回ね、丸7ヶ月女子棒やってますんで、まあ知見がたくさん溜まりましたよ。皆さんの気になる情報もたくさん掴んでます。それをまたね、今日シェアしていきたいと思います。体脂肪が落ちる順番について話しましょう。体脂肪は基本的には全身の皮下脂肪が均一に落ちていくというふうに考えられてます。でもこれ本当なんですかね。この疑問はね、前からありましたよ。そもそも体脂肪が厚くついてるパーツとそうじゃないパーツありますよね。例えば手の甲、これ全然体脂肪もともとないじゃないですか。一方このお腹、かなり普通はついてるじゃないですか。ここは本当に同じように落ちていくのかなという疑問はありました。そしてね、トレーニングをしているとトレーニングが上手い部分には体脂肪があんまり乗らないといった声をよく聞きますし、自分自身もそう感じました。例えば私、外側広筋、太ももの横側にはね、全然体脂肪乗らないんですよ。いつもね、これぐらいなんですよね。一方ね、お尻なんかには体脂肪乗るんですよね。だからおかしいなというふうに思っていました。まあそんなね、すべての人類がいらないと思っている皮下脂肪、これがどうやって落ちてくるのかについて、私がこの7ヶ月の女子棒期間で得た経験から私の考えを話してみたいと思います。まあ確かに概ね全身の皮下脂肪は均一に落ちていくというのが正しいんじゃないでしょうか。昔見たね、体脂肪に関する本では、お尻や背中の体脂肪、皮下脂肪の落ちは遅いというふうに書いてあったのを見たことがありますね。確かね、実際に背中、臀部、太ももの裏側、この体脂肪の落ちが悪くてボディービル的に評価が低い、上がらない選手もいるというのはみんな理解してるんじゃないですかね。ということで、もうそもそも全身均一に落ちてないですよね。まあもともと臀部や背面の体脂肪の量が圧倒的に多ければ落ちが遅いというかですね、落ちてもまだ残っているという状態は考えられますよね。でもお腹の方が絶対いっぱいついてますからね。お腹の皮下脂肪と内臓脂肪とても多いですよね。腹がしっかり割れているのに臀部がセパレートしてない、背面の筋肉がきれいに割れてないって人いますからね。ということで、全身の皮下脂肪は必ずしも均一に落ちないといった、これはね、希望だと思うんですよね。背中やお尻が残るじゃんということじゃなくて、やり方によっては変わるかもしれないよねという、もしかしたら希望かもしれないと私は好意的に捉えてます。実際にね、トレーニングをしていって初めての大会に出るとお腹の体脂肪取れないっていうんですよね。でもね、ちゃんと落としきると翌年はそういったことがあんまりなくなるんですよね。しっかりとお腹の体脂肪を一度落としきると翌年もそんなにお腹ばっかりに体脂肪がつくわけではないという形で、一度落とし切ると体脂肪のつき方に変化が起こるということを感じている方も多いんじゃないでしょうか。私もそうですね。ということで、体脂肪のつき方も均一にはならないんじゃないかというふうに考えています。まとめると、体脂肪の落ち方は概ね全身均一に落ちていく、一方で残りやすいパーツがあるということは全身均一に落ちないかもしれない。今度は体脂肪がついていくことを考える。もともと多くついていたお腹の皮下脂肪が大会を経て一度全部取り切ると、次体脂肪が戻ってくるときにお腹ばっかり体脂肪がたくさん集中するわけではない。言い換えると体脂肪のつき方も均一ではないということで、好意的に考えれば全身の皮下脂肪がそこそこ均一に落ちるとはいえ、ある程度つけ方、落とし方がコントロールできるかもしれないということじゃないかなと私は思ってます。科学的な論文として検証されていないからといって科学的に間違いということではないんですよね。未検証なだけと考えて、私は希望を感じたいと思ってます。この7ヶ月の減量、上脂肪の期間を経てですね、全身の皮下脂肪が確かにそこそこ均一に落ちていくんですが、落ちきらないパーツがやっぱりありました。私は腕肩のこのセパレート、ここですよね、ここと臀部のストリエーションです。ここの部分がなかなか出ない。一方でね、背中なんかは速攻仕上がるんですよね。で、少し前はお腹の仕上がり遅かったんですけど、もうお腹の仕上がりも早かったですね。まあ、今回かなり腹圧を意識したトレーニングを行っていたんで、腹部にもしかしたら体脂肪がつきにくかったのかもしれないと、体脂肪落ちが早かったのかもしれないと思ってます。背中は昔からトレーニングが得意で、まあ、自分の中強みだったんですね。しっかりとトレーニングしてる時に効いてるパーツが認識できるんですよね。なので、もしかしたら筋トレがうまい、その結果体脂肪がつかない、だから早く仕上がるといったことかもしれないです。一方で、ね、臀部は私スクワットなんかやってもね、大腿四頭筋にすごい力が入るんですよね。もちろんフォーム変えて大腿四頭筋の力を落として臀部に力を入れることもできるんですけども、生来ね、大腿四頭筋を多分使いやすい性質があるんじゃないでしょうかね。
外側広筋も内側広筋もストレーションバリバリ走るんですよね。一方臀部でなかなか入らないと、うまくね臀部の刺激がしにくい性質があるんじゃないかなというふうに自分で思ってます。でも今年臀部のトレーニング頑張ったんで前よりは早く落ちたんですよね。ということですね、変化を感じてます。まあ、具体的にボディメイクにどう活かせばいいかというと、やはりねそのパーツのトレーニングの、熟練度を上げることです。これはね高重量をたくさんやればいいわけじゃなくて、神経を側通させるということですね。自分が使いたい筋肉をちゃんと使えるように筋トレを丁寧に行ってみてください。まあ、肩で言えばね、三角筋をしっかりとストレッチかける、しっかりと最大収縮をかける、こういった丁寧な動作の中で筋トレのテクニック技術を上げていくんですね。まあ、これは神経、まあ、心と筋肉のつながりを強化していく作業に他ならないと思います。これをねやっていくと筋肉に力を入れるのがうまくなってトレーニングの効きも良くなります。そうすることでもしかしたら皮下脂肪が早く落ちる、あるいはつきにくくなる可能性があるんじゃないかなというのを、まあ、ボディービルの競技経験を通して感じてます。科学的にはね検証されにくい、領域だと思いますが、現場ではね皆さん感じていることじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんもね全身の皮下脂肪をおおむね均一に落としていきながら狙ったパーツの皮下脂肪の落とし方を早くする、あるいはなるべくつかないようにするということを考えてね、トレーニングの熟練度を上げていってもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。そのトレーニングの熟練度を上げるためにはねやっぱり頻度ですよ。高頻度でその筋肉を使いこなす練習をしていくんです。例えば何のスポーツ選手もそうで、動きの熟練度を上げていくためには繰り返しやるしかないんですよね。繰り返しやるためには頻度を上げていくしかないということで、トレーニングで考えると高重量を高頻度でやるのはやっぱり壊れていきますから、高重量をやる日は例えば週1回にする、そして軽重量でトレーニングやる日を数日間設ける、あるいはもう本当に軽重量というか効かすこともせずに動作だけを行うような日を設けるといった形で、何度も何度も丁寧に繰り返し、体脂肪の落としを早くしたいパーツ、体脂肪をつけたくないパーツの筋肉をどんどん使っていって使いこなしていくようなアプローチがいいんじゃないかなというふうに思ってます。ということで今回は体脂肪が落ちる順番についてお話ししました。私どうしてもね肩と腕のこのセパレート、そしてハムストリングス、そして臀部、この部分の落ちが遅いなというふうに思ってまして、そこについてしっかりとねその筋肉を使えるように何度も何度もトレーニングの練習をして、まあ、実際の、成長させるトレーニングっていうのは週1回とか2回ですよ。でもこう素振りのような練習をするということをした結果、前よりはね早く仕上がっていく、要は早く体脂肪がなくなっていくような感覚が得られました。仮にね体脂肪の落ちが早くならないという科学的結果が出たとしても、そこのパーツの筋肉の発達が良ければ隆起が強くなって溝が深くなりますよね。なので皮下脂肪が落ちて見える、すっきりして見えるという可能性は十分にありますので、全く無駄なことにはならないというふうに思ってます。ぜひねトレーニングの熟練度を上げて皮下脂肪のつくところ、落ちやすいところ、自分の体脂肪のつき方、落ち方をコントロールするという最先端の人類になってほしい、まあ、すなわちビルダーになってほしいというふうに思います。ということでこの動画のまとめです。皮下脂肪のつき方、落とし方はコントロールできる可能性が高い、そのためにはトレーニングの熟練度を上げろ。以上、この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。こういった本もねやってますし、ボイシーもやってます、ぜひ皆さんよろしくお願いします。チャンネル概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご覧ください。